袋井市長の大場則之です。静岡県知事は本日袋井市を含む旧市町をまん延防止等重点措置の区域に追加し、8月18日から8月31日まで飲食店大規模集客施設に対する営業時間の短縮等要請することとなりました。袋井市では1週間の新型コロナウイルス新規感染者数は人口10万人あたり約30人と、国の指標による感染ステージ4、これは4段階のうちの最上位にあたりますが、この基準を上回る感染者数となっております。現在流行している新型コロナウイルスは感染力が非常に強く、家族の誰かが感染すると全員に感染してしまうケースも見受けられますので、自分だけは大丈夫、このくらいは大丈夫と考えずに、静岡県が提唱しているセルフロックダウンにより、外出をできるだけ自粛し、普段会わない人はもちろん、人と接する機会を減らすことを実行してください。また今一度飛沫飛散防止のためのマスクの着用、検温の実施、手洗い手指消毒など、感染防止につながる行動を徹底していただきたくお願い申し上げます。8月16日、袋井市長大場則之。